乃木坂46の掛橋さやかです。筒井あやめです。今回の企画は、はい、初めて食べるものを当てよう。イエーイ。私は乃木坂46に入るまで、うん、桃を食べたことがなかったんですね。あやちゃんは、あるんかな。私はなんか世界をまだ知らないので、はい、でも多分食べたことないものたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、今日はそれを、何がねお互い食べたことないのかっていうのを、料理を3品用意したので、 その中に1つあるんですよね、それをお互い食べて、どれかなってお互いの当てるっていう企画です。そうです、この通り のゲーム形式でちょっと今日は ねえ、あやちゃんなんか自信ありそうな感じだったよ。私は顔に出ないっぽい性格なので、でもさやかは、私は分かりそうだなって思う。本当？うわすぐなんか顔とかに出そう。分かんないけどね、絶対これじゃん、食べたことないの。なんで？いただきます。めっちゃいられる。見るよ、ちゃんと。うまい。ということで、まず私が用意した3品はこちらです。お端から、ブルーチーズ、真ん中が紅生姜で、右にあるのがレバニラです。今んとこ全部好きじゃなさそう、好きじゃなさそう、お互いさ、だいたい なんか食べてるの見たことある、確かに。じゃん、だから、まあそれを抜いた中でも、大好きなものを2つ持ってきた。私がまだ知らないやつがあるってこと、そうそう、オッケーオッケー。私が用意した3品はこちらです。こちらです。動いてる、そうですね、動いてます。もうビクビクに動いてます。と、これは卵カニです。こちらは数の子です。え、絶対これじゃん、食べたことないの。なんで？え、だって食べなくない？そう？そのカニも見たことないし。本当？珍しいのばっかり来た気がする。そうだね、割と。じゃあまずは、タコを食べてください。お、早速タコ、はい、タコは私はあの韓国料理が大好きなんですけど、新大久保とかよく行くの、流行ってるの知ってる？絶対嘘だね。私が高校卒業したからって、そうやって流行ってるの知ってる？嘘だね、信じないよ。どういう嘘？え、本当に流行ってる。言っとくけど、韓国料理屋さん行ったらタコの踊り子本当にある、いっぱい。嘘だね、本当にあるの。で、私は新大久保にれいちゃんと2人で行った時に、これを2人で食べて、美味しかったから、今日持ってきました。いいですか、食べて。まあすごくない？びっくりしてるんでしょ。切ってんのにさ、動いてんだよ。いただきます。めっちゃ見られる。見るよ、ちゃんと。いただきます。出ないね、顔に。このタレはごま油と塩コショウかな。ごま油のイントネーションおかしかった。動揺してる、絶対動揺してる。そこ？でも口の中で動いてるはずなのに全然顔に出てなかったから、慣れてる感じもするけど、ちょっと新大久保怪しい。え、本当に？じゃあ行ってみ、今行ってみ。いっぱいある。いっぱいある。え、本当に流行ってるよ。本当に流行ってるの？本当に流行ってる。すごくない？まだ行く？行って。かわいい？ほら。張り付くの。張り付くの。吸盤が。味もしっかり美味しいです。なんで今わざわざ二口目いったの？お、好きだから。カモフラージュでしょ。怖い。好きだから。じゃあまずは紅生姜から。はい、いただきます。はい。めっちゃちょっとなんですね。
ただきます。うん、美味しい。美味しい。うん、まだいけるよ。本当？すっごい手が入ってんだけど。緊張。あ、緊張する。やっぱちょっとなんだ。あ、いっぱいいけるよ。本当？めっちゃ震えてる。なんで？緊張しちゃった。緊張？そのぐらいの。うん、美味しい。じゃあ普段どんな風に食べるんですか、紅生姜。やっぱ牛丼とか親子丼とか、うん、でも牛丼食べる機会ある？めっちゃ食べてるよ牛丼。本当？コンビニとか行ったら、うん、大体牛丼だし、うん、大体牛丼なの？本当に？大体牛丼食べてるもん。え、そう？私あんま見たことないけど。じゃあ、あやちゃんの隠れて食べてるもん。隠れて食べてるの、うん、なんで隠れて牛丼食べるの？美味しいから取られると思う。誰がそれ？あやちゃんね。じゃあ次はあやちゃんの2品目なんですけど、はい、卵ご飯に入れる。お、わかりました。私これいつも手で食べるので、うん、手で食べていいですか？はい、私これは疑ってない。あ、そうなの？うん、うん、だって卵ご飯に入ってさ、そもそもさ、知らないと出てこないの。そうなの？うん、知らなかった。知らなかった。へえ。私はあのよく、うん、家族のお家にあった、実家に。ないだろ。実家によくなんかおやつ的な感じで置いてあって、うん、よく子供の頃は食べてた。うん、あ、そうなの。え、これ殻のまま食べれるの？うん。いただきます。すごい。うん。美味しそうでも。うんうん。磯の味は。ちょっとしてバリバリっていう食感が好きです。何歳のぐらいなの食べてたの？小学生。最初出てきた時どう思った？え、カニだみたいな、なんかあるみたいな。まあ、小学生だからか。うん、これなんか甘い感じの味なの、うん、こういうなんか佃煮とかさ、うん、そういう系ちっちゃい頃から好きで、うん、でこれもだから好きなの。じゃあレバニラ炒め、はい、いただきます。うん、美味しい。レバニラもよく食べるの？よく食べるよ。いや、どこで食べるの？え、お母さんがよく作ってくれるから。へえ、すごいね、うん、お母さんレバニラ作るんだ。うん、なんか焼肉屋とか一緒に行くけど、うん、なんか普通に赤身のお肉とかさ、うん、食べてるイメージだったから。まあ確かにレバーはわざわざは頼まないけど家で食べてるって感じ。うん、え、こっち東京に来てからは？東京に来てからあんま食べてないけど、うん、小学校の給食の時とか。給食でレバニラ出るの？出る。でもちっちゃい子ってレバー嫌いがちじゃない、うん、だからなんかレバー食べてると、うん、英雄みたいな扱いだった。すごいね、給食でレバニラ出るんだ。うん、あとなんかレバーって体にいい、うん、だからなんか血を作るみたいな言うじゃん、うん、よく喋るなって思ってるでしょ。めっちゃ喋るなと思って。いや、自慢したいの。なんかちっちゃい時に食べてたの、うん、お母さんにそう、大人の味なのによく食べれるねって言われたから、うん、それで食べれるようになった。楽しいな。じゃあ次、最後にあやちゃんには数の子を食べてもらいましょう。はい、いただきます。うん、美味しいです。一番笑顔だった。うん、この数の子美味しい。この数の子美味しいということは、今まで数々の数の子を食べてきたっていう意味が裏にあるよね。うん、食べてるよ。なんかお正月とか、うん、おせちに入ってるから、うん、結構もう一人でパーッそのおせちの数の子食べてあげる。でも数の子って最初食べるの勇気いるよね。そう？勇気いる見た目してない？いや、わかんない。私あんまなんかちょっと躊躇はない。美味しい。なんかこの数の子美味しい。目がキラキラして、うん、信じてっていう夢。好きだもん。あ、眉毛動いた。
なんかその癖なんだよね、ふえちゃんのこっち。今辛い本当は。え、全然美味しい。魚卵系も好きだし。明太子好きだよね、あやちゃん。明太子好き。あと食感ある系も好き。卵ガニとか。うん、卵ガニもあるね。タコは。タココリコリ系。コリコリ系ってことは、うん、一つだけ違う。何が？じゃ卵ガニは、うん、食感あるでしょ。うん、バリバリ系。数の子もあるよね。プチプチ系。タコはコリコリ系。数の子、うん、もう一回、もう一回最後に、もう一回なんか。うん、手隠さないで。見て何を震えないか見て。うん、わかりました。じゃあ、はい、ブルーチーズ。ブルーチーズ、はい、いただきます。うまい。はよくなんか食べてるのは、なり買ってるのは見る、うん、コンビニとかで。大のチーズ好きですね。ブルーチーズは見たことないけど、どこが好き？結構独特な味じゃない？チーズのあの濃い、うん、強烈な味が普通に好きで、うん、好き嫌いは分かれるかもしれないけど、うん、私みたいな人は好きだと。うん、なるほど。でもなんか食べた感じのファーストリアクションはなんか本当に美味しいと思ってる時のさやからなと思った、うん、確かに。私もまあ、うん、分かったっていうか、はい、一つありますね。はい、これかなってのは。はい、タコマサラだね。タコはもう絶対新大久保流行ってるの嘘だと。待って、行ってほしい。じゃあ本当に流行ってるよ。メニュー見たらある、本当に。だって韓国料理じゃないでしょタコって。わかんないけど、韓国から来てるのかわかんないけど、本当にある、いっぱい。あんま行かなそう、新大久保とか。ってことないけど、でもわかるもんですね。嘘だってことぐらい。本当に本当にいいの？うん、いいよ。わかる。バニラ炒めです。なんで？美味しく食べたじゃんなんかでもブルーチーズは本当に好きそう感あったし、で紅生姜とレバニラで悩んだ時に、うん、なんかレバニラはいかにも作って縁起してますよ感がちょっとあったかなっていうのは。好きだからいっぱい喋ったんだよ。そう、いっぱい喋ってたしなんか好きですよ感が、もしかしたら作ってるのかなって思ったし、わかりました。いいんですね、それで。いいよ。せーの、実食。せーので。参りました。何なの正解は。ブルーチーズでした。うわー、やだー、めっちゃ騙されたじゃんやったー。ね、韓国料理嘘でしょ。え、ほんとそれは本当だったのあれ、マジ行ってみて。え、それ本当だったの。今度行く手が。悔しい。なんで。いや、韓国料理が嘘だったの。そこでそこで分かられたの、やだな食べた時どうだった、タコ。え、美味しかったよ。普通に味は美味しいし、まあ、食べたかったから嬉しかったけどね、うん、もうすっごいひっつくの吸盤が、それがちょっとね、うわーって思ったけど、うん、顔には出さずに頑張った。うん、出てなかった。本当？分かったよ勝者の顔第2回やりたいな。
いや次は負けそうだからなんか余計なこと情報とか喋んないで顔とかで行きたい勝負に。そしたらもう日常から始まるよ戦い。だってもうあやちゃんの前で何も食べれないこれカメラ切った後からもう戦いが始まる。やだやだやだ、2回戦に向けてやだよ、ご飯食べに行けなくなっちゃうしということで、まあ第2回はないですけど、あるよ、やろうよ第1回、うん、初めて食べたものを当てようでした。できたチャンネル登録よろしくお願いします。何これ初めてやったんだけどお願いします。お願いします。いけるかな、一匹。すごい動いてる。いい反応。動いてる、うん、これ無理じゃん、無反応で食べるのすごい。